今月9日から15日までに報告された三重県の新型コロナの感染者数は、1医療機関あたり4.82人で、前の週の0.78倍となり、3週連続で減少しました。今日時点の入院患者数は前の週から52人減って137人で、重症者は1人です。三重県の担当者は、こまめな手洗いや換気を行うなど、 基本的な感染対策を続けてほしいと呼びかけています。